谷選手は左利きで足取りの技術に優れたセンターバックです。左サイドバックやボランチでのプレー経験もありながら最終ラインからの展開力が魅力で、まさにフロンターレのプレースタイルにマッチしたプレイヤーです。身長182センチと高さもあり、ハイボールを弾き返せる能力も兼ね備えています。そんな神谷選手がプロへの第一歩を踏み出しクラブとしてフロンターレを選んでくれました。神谷選手、ようこそ川崎フロンターレへ。サポーターの皆さん、神谷大輝選手もこれからもどうぞよろしくお願いいたします。明治安田生命J1 リーグ第33節、エヴァがプチッと鍋エキサイトマッチ、川崎フロンターレ対横浜 F マリノス戦のご来場くださいまして誠にありがとうございます。また横浜 F マリノスのサポーターの皆さん、本日は踊り手競技場にお越しくださいまして誠にありがとうございます。クラブスタッフ一同御礼申し上げます。ただいまより両チームのスターティングメンバーを発表いたします。まずビジター、横浜 F マリノスのスターティングメンバーです。1番ゴールキーパー各位吹き、27番ディフェンダー松原健、13番ディフェンダーチアゴ・マルキンス、44番ディフェンダー畑中慎之介、5番ディフェンダーティーラトン、6番ミッドフィルダー大木原貴博、8番ミッドフィルダー木田拓也、9番ミッドフィルダーマルコス・ジュニオール、23番フォワード中川照人、17番フォワードエリキ、28番フォワードマテウス。続いてサブスティテュートです。34番ゴールキーパー中林弘次、15番ディフェンダー伊藤真希人、16番ディフェンダー高野亮、18番ディフェンダー広瀬陸人、7番ミッドフィルダー大津裕樹、26番ミッドフィルダー渡辺浩太、11番フォワード遠藤啓太、そして監督アンジェ・ポステゴルフ。以上、横浜 F マリノスのメンバーでした。Thank you.
14番リーダー山村和也。5番リーダー谷口翔吾。7番リーダー車屋慎太郎。25番ミッドフィールダー8番ミッドフィールダー脇坂ヤスト。41番ミッドフィールダー家永明宏。8番ミッドフィールダー阿部修行。マッチコミッショナー進藤和文によって進められます。